日本中部地方長野県長野市小牧地区清和殿。清和殿は長野県長野市の市街地東部郊外にある町名。現行行政地名は清和殿1.2町名。住居表示実施済み区域である。郵便番号は381-0037。全域が長野市役所小牧市所の管内である。地区の北西端には品野鉄道北品の線が走り、 JR 東日本の長野総合車両センターが置かれている。中央部のくびれた部分を国道406号が東西に横断し、1丁目と2丁目との境をなしている。南端には柳原1号幹線排水路が流れ、南東端には国道18号が通過する。周囲は以下の大技、町長と接する。西和で2丁目の高田和月線。 沿道は小牧中部土地区画整理事業で開かれた住宅地である周辺地区同様に古くは農村であったが長野市街地までバス、車で10分程度という立地により戦後急速に宅地化が進んだ。地区南部の北八幡川沿いには近年までのお高地が残っていたが区画整理が行われ現在では住宅地となっている。二丁目は その半分近くが長野総合車両センターで占められ、隣接して JR や警察などの社宅群が和田公園に面して林立している。地区内の人口及び世帯数は以下の通り。清和田の範囲は、おおむね1889年以前の水内郡、清和田村の範囲に相当する。平林街道を走る、超電バスの以下の路線系統が利用できる。 ありがとうございます。